こちらがね、村指定重要無形民族文化財、大宮神社獅子舞です。昭和46年5月10日指定です。従来、往来、長野郷十三ヶ村の総鎮守であったと伝えられている大宮神社に、奉納の獅子舞で、創設は中世とも寛永年間とも言われている。獅子頭は左甚五郎の作との伝承があり、優れた作品である。獅子舞は天下太平、五穀豊穣、養蚕媒生、氏子繁盛を祈願して行われたが、特に雨乞い祈願の霊験は古来より有名である。大正末期の干ばつに際し、船を焚き、幕府下における獅子舞奉納によって、大雷雨をもたらし、榛名山麓一帯を蘇生させたと言われ、その喜びは歌詞として境内に残されている。氏子らの心尽くしの獅子舞を、神もうけてや雨降らしけん、岩田修保さん作。舞の系統は鹿島流と言われ、気品高い舞として定評がある。春秋の祭礼には神前において奉納するほか、東光寺境内の榛名山陛にも奉納する習わしとなっている。そのようなね、獅子舞、大宮神社獅子舞が、村のね、重要無形民族文化財になっています。じゃあね、こちらの岩田修保さんの、歌詞ね、ありますかね。ちょっと探してみましょう。はい、こちらがね、大宮神社、拝殿の正面です。左側の狛犬さん。かなりね、こちら、犬っぽいっていうか、とっても鈴がね、かわいいですね。はい、こちらが右側の、狛犬さんです。お揃いかな、この鈴がね。こちらが歌詞なのかな、先ほどの。今ね、こちらの枝なんですよ。落ちてきました。落下してきました。すーご。危なかったね。今ね、そちらの歌詞のね、文面を確認しにまた戻って、撮影を再開しようかなといった矢先です。はい、読みますよ。氏子らの心尽くしの獅子舞を、神もうけてや雨降らしけん。氏子らの心尽くしの獅子舞を、神もうけてや雨降らしけん。このような歌詞です。危なかったね。欅の植樹です。大正10年かな、13年の記念名があります。大正の欅はこんな感じに育つんだね。
ちらはね、大宮神社拝殿の、まあ、正面かな。うん、もうこちらあたりからね、まあ、抹茶の石宮がございます。こちらはね、まあ、青曹神社って読むのかな。うん、まあこの部分平殿、まあ向かって右側側面、そしてまあ本殿、まあ、こちらは山岳信仰ですね。まあ、御嶽山蔵王大権現。そして古峰神社。そしてこちらにはね、ま、秋葉宮、秋葉神社ですね。はい、愛宕狼です。あ、こんぴら、ことひら、狼。まあこれは稲荷明神かな。こちらはね、稲荷三柱の神、稲荷三柱の神とあります。こんぴら大権現、水神宮、聖徳太子、
はい、それではね、このようなたくさんのね、まあ、抹茶があります大宮神社、まあ、特にね、まあ、こちらの獅子舞、まあ、雨をね、まあ、降らしてもらえるという霊験新たかでございます。はい、それでは大宮神社からお送りしました。ご視聴ありがとうございました。